どうもババチです。お願いします。おねっぴ。はい、本日はですね、 OB 第1弾のこちらの選手を使ってリアタイやっていきたいと思います。ソレイタ選手です。誰やねん。はい、マジで誰やねんなんですよこれ。皆さん知ってます？ソレイタ。俺ね、 OB 第1弾出た中で唯一ソレイタ知らんかったわ。ほんでソレイタ、サモアの怪人って呼ばれてるらしいよ。サモアどこ？まずサモアも知らへん。史上唯一2度の4打数連続本塁打を記録してんて。それやのにパーヒッターかい。なんでやねん、アーティストにしてくれよマジで。まあ、そんなソレイタなんですけども、まあ、表ステータス普通に悪くないからな。ミート79あってパワー83やろ。え、全然よない。プロスピ YouTuber がよう上げてる OB 第1弾強さランキングみたいなのでさ、ソレイタ結構評価低かったけど、いや俺ね全然強いと思うよ。まあファースト D で補給も60あるからね。まあでも俺は守らせへんかな。で、特のいかついほんまに。超パワーヒップルヒフルスイング、ロマンでしかないねこれは。これ全発動したらパワープラス23やからさ、パワーカンストします。強すぎへん？サモア。サモアちゃうわ、ソレイタ。俺ね、こういうロマンある打者好きよ。俺が使ってる西武のコルデロもロマンあるからな。いやね、このソレイタ普通に当たり枠やと思うから、ソレイタ当たって萎えてるユーザーのためにもね、ソレイタが萎えるぞってとこをね、僕がちょっとお見せしたいと思います。というわけで、ソレイタを使ってリアタイやっていきましょう。さあ、一試合目やっていきましょう。さあ、ソレイタ行こう。ミート55。いいね。ロマンありますね、ミート55は。何してんねん、お前。一発目でよ。二番はコルデロです。一、二番でロマンホーコンビ入れてます。何してんねん、お前もよ。俺ね、ちょっとまたティーモの話になんねんけど、アイニーっていうね、ティーモのメンバーがいんねんけど、その TikTok 配信に俺もかなり遊びに行ってるよ。この前ね、累計何時間見てたか調べたら、34時間でした。さすがに見すぎやわ、ほんまに。34時間はね、さすがに見すぎです、正直。ほんでさ、その配信で、俺ね、彼氏キャラを演じてんのよ。まあ、どんな感じかっていうとね、例えば、アイニーが、今日夜ご飯食べに行ったんよ、とか言ったら、俺がコメントで、あ、今日はありがとうね、みたいな。一緒に食べに行ったもんね、とか、明日予定あるんだ、とか言ったら、楽しみやね、デート、とかね。そういう、えぐいキモキャラムーブをしてるわけですよ。で、そういうコメントをしたら、アイニーも、いや、もうやめてくれよ、みたいな。なんでやねん、お前ちゃうわ、みたいな感じで返してくれるわけですよ。で、ファンの人たちもさ、その配信を見ながら、パパッチさん、アイニーを頼みましたよ、とか、コメントしてくれて、まあ、配信がね、結構盛り上がるわけですよ。その、アイニーは、ティーモの正規メンバーじゃなくて、今、研修生やからね。やっぱ、TikTok ライブの閲覧数とかも少ないわけですよ。だから、俺は、盛り上げてあげたいなっていうことで、キモいね、彼氏ムーブをしてたわけなんですけども、まあ、ちょくちょくね、キモい彼氏ムーブをしてたらさ、アイニーに、いや、ほんまにやめてとか言われてたんよ。でも俺はやめずに、やっぱ盛り上げるためにキモキャラムーブをずっとしてたわけですよ。そしたらよ、この前配信行ったらさ、いつも元気で、明るいアイニーが、なんかね、めちゃくちゃテンション下がってたんよ。ほんまになんかお葬式みたいな感じやってさ、どうしたんかなーって聞いたら、悲しいお知らせがありますと。で、なんやなんやと思って聞いてたらさ、実は運営さんからパパッチさんのコメントが営業妨害ということで、ブロックしてくださいと言われましたと。さすがに俺びっくりしてさ、さすがに嘘やろみたいな。ブロックはさすがに嘘やろと思ってて、いやもうええでみたいな。そしたらほんまにブロックしてって言われたと。で、俺もさすがにええと思ってさ、もうアイニーの顔真剣なんよ。ほんまにブロックしますみたいな。私のこと怒らないでくださいって。ありがとうございましたって捨て台詞残して、ブロックされました。さあ、2試合目やっていきましょう。いやもうさ、さすがに俺びっくりして、29歳のおっさんがブロックされるんかと。ほんまに自分でも何してるやろと思ってもって、俺は良かれと思ってさ、その盛り上げるためにやったのに、それがまあ逆効果というか、なんか初見で来たお客さんとかにほんまになんか彼氏やと思われるから、まああかんっていうことでまあブロックされたやけどさ、もうだから今ね、俺アイニーの配信見れないんです。めちゃくちゃ悲しいよほんまに。深夜の楽しみでさ、その例えば仕事終わって疲れたりとかさ、配信とか編集終わって疲れたりした時に息抜きで見てたのにさ、息抜きがなくなりました。ほんまに勘弁して、マジで。多分ファンの人たちも俺がブロックされたっていうのを聞きつけてさ、
めちゃくちゃその連絡とか来んのよ。まあ、例えば YouTube の生配信とかにもこの前来てさ、パパチさん会いに配信に戻ってきてくださいみたいな、パパチさんがいないとダメですみたいな、なんかちょっと必要とされてる感じめちゃくちゃ嬉しかったんけど、他 KJ からさ、今アイニの配信見てるけどみんなやっぱパパッチいなくて悲しんでるよとかさ、まあそういう連絡が来るわけですよ。多分風の噂で俺がブロックされたっていうのを聞きついたかなんかで、ほんでそれでアイニーからの伝言でさ、 KJ から聞いてんけど、私になんかライブとかでまた会いに来てくださいとか、恥ずかしくてライブ行けるわけないやろ。運営にどんな顔してあったらええねん。俺は恥ずかしくてライブもう行けへん。それいたー、アイニーに捧げるホームランやわ。このままちょっとコルちゃんも続こう。オッケーオッケー、いいよ。いやーね、ちょっと悲しいわほんまに。ブロックされたってことをさ、同期に伝えたらね、いやめちゃくちゃおもろいやんお前みたいな、めっちゃ最高のネタできたやんって言われてんけど、ネタできたんは嬉しいけど配信見られへんのもっと辛いからブロック解除して。いやマジでもう運営さんほんまに許してください。謝ります俺ほんまに、頭下げるんで、ほんまに許してください。何でもしますよ。雑用とか何でもします。掃除とかします。なんか運転とか、送迎とかもしますよ。だから許してもらいたいです、俺は。いや、ほんま情けないわ。マジで。29歳になって。なんか言えば荒らしてるみたいなことになるんやろ？悲しいわ。だからあの、ティーモのファンの皆さん、このね、動画を見てたら、伝えたいんですけども、僕はもうティーモのライブに怖くていけません。はい、いけないんで、もう、あなたたちと会うことは多分ないと思います。それか、時間経っていくかな。ちょっと今、キンキンでこんなんいけへん、恥ずかしすぎて。だって、普通に考えて他のメンバーにもさ、パパッチブロックしたってこと広まってるってわけやろ。恥ずかしくて会えへんよ、そんなん俺。いやー、俺のね、一つ趣味がなくなったっていう話ですわ。改めまして、アイニーと運営の皆さん、ほんまに、すいませんでした。いやもう、アイニー一番推してたからな、俺ほんまに。ピティ先生、推しで入ったけど、もう、アイニーおもろすぎて、アイニーが一番推してたのに、推しから嫌われました。悲しい人生です。取れよ、ほんで！パワー 99! えげつない、ほんまに。じゃあ、こっからソレイタメインで見せていこうか。あかーん、ちょっとやっぱコルデロも生かして、ソレイタとコルデロメインで見せていくわ。あかん、詰まってるわ。さあ、さよならの場面、完璧、ナイスソレイタ、出たー、全出し、えげつないねー、これはえげつないです。何してんのー、全出しチャンスやったのに。まあコルちゃんが打ってくれるでしょう。何して、コンちゃん頼む、ソレイタに回してくれ、頼むぞコンちゃん、お前クビー、全出し、全出しチャンス、あかんわ、どうしよう。ちょっとごめん、言い訳させて。俺今日夜勤終わりで撮っててさ、2時間しか寝てへんねん。ごめん、ほんまに言い訳する。2時間しか寝てへんし、夜勤終わりやから打てへんのやわ。そういうことね。ほんでこのコルデロも打てへんのやろ、どうせ。分かってますよ、打てません打てません。2時間しか寝てない夜勤明けは打てません。打つんかいお前は。いける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 よソレイタ。ごめん、もっ一回さ、もう一回言い訳させてくれへん。実はソレイタ動画撮る前に3試合ぐらいしたんかな。その3試合して、2打席連続ホームラン打ってるから、ほんまね、めっちゃ強いソレイタ。ほんまに強いね。コルデロは打てる。中弾道でコルデロは打てるね。お前ちゃうねんメインは。さあ、ソレイタもうこれラストやわ。ラスト。ほんまのラスト。もう閉まらへんな。じゃあもうコルちゃんに決めてもらおう。ソレイタとコルデロ、俺のことをブロックして。